さあモンバとやっていこうかってことで、今回もね合体技使っていこうと思うんだけど、まあ、今回使っていく技、技名ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかめちゃめちゃかっこよさそうな名前で、しかもメンバーが結構豊富で何選んでも OK みたいな感じだったから、まあ、今回ちょっと強めな、うん、結構戦いやすそうなキャラクター選んできたんだけど、まあ、相性もいいからヒットポイントアップしたりするから結構いいんじゃないかなと踏んでるんだけど、さあやっていこうか。しかもちゃんとテンションが上がるようにドラクエ7の BGM をつけてくれるというありがたさ、やっていこうか。さあてことで、必殺技のボタンは何使うか忘れちゃったか、とりあえず一旦見るんだけどさ、B? B 行こうか。さあ、しかもなんかよく見たら鉄球2体持ってんじゃん。何の意味もなく、悪魔の鉄槌、これね、悪魔の鉄槌よ。んなもんかっこいいし強いに決まってんじゃんっていうお話ですよ。最高か。さあ、あら、そういうこと？あ、すごい。くっそダセー。くっそダサいし、くっそ弱え。え？嘘だろ？いや、終わったかもしれん。今日の動画終わったかもしれん。いや、ちょ、あまりにも見どころがなさすぎて、どうしよう。すいません。あ、待って。あ、そっか。今気づいた。みんな鉄球持ってる、よく見たら。すごいすごいすごい。本当だ。なんとはなしにやってたけどさ。見て。持ってる持ってる持ってんね。全員持ってる。うわ。そういうことか。僕が採用しなかったキャラクターもみんな持ってたんだ。なるほど。だからあんなでっけえなんかが落ちてきたんだ。なるほどね。まあ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 、もう一回使おう。もしかしたらなんか状態異常がなんかあるかもしれんしな。うん。さあ行こう。鉄球が落ちてきました。ただそれだけのこと。重力で倒す。いけ。頼む。なんもない。必殺技、発動だ。一気や、これはもう相当強そう。だって見て、悪魔の鉄槌よ。そりゃもうとんでもねえ、なんか、すごいエフェクトのある、きっと技なんだろうなと思っていたら、ただ鉄槌が落ちてくるだけの技でした。時間切れの、とどめの一撃の時みたい。時間切れになった時のとどめの一撃でハンマー振ってくる時みたいな、そんくらいのクオリティの低さ。いい加減にしてくれ。ちょっと僕の悪魔の手ついて、なんかすごいでっけえ悪魔がやってきたりさ、三人で合体してなんかすごいみんなで力を合わせてさ、すんごい攻撃をするのかなみたいな感じを思ったらさ、ビームを放って上から出てきたでっかい手ついで終わりって、なんだそれは。なんだそれ、おい、いい加減にしてくれ。僕のその興奮した気持ち返して。ちょっとね、調べてきたら混乱になるっぽい。まあランダムかどうかわかんないけど、まあ混乱になるっぽいから、まあ何回か使って混乱になる可能性にかけるのは正直ありだと思う。だからもう一回やろうか。さあ行くぜ。三人のコンボを合わせて攻撃だ。さあ、コンボ術究極奥義。まあそらそんな名前だもんな。よく考えたらそうだ。コンボ術究極奥義って言ってるんだから、これは正しいです。この攻撃は正しかった。ごめん。それちょっと僕がね、コンボ術究極奥義っていうものを見誤ってた。しかも混乱なんないし。ただまあ威力はそんなに悪くなかった。700、800くらいだったから、800はいかないか、700くらい？全員250くらいだったから、まあそんなもんかなって感じだから、まあ悪くはないんだけど、まあ良くもない。僕たち、コンボ仲間じゃないですか。僕たちコンボ仲間なのになぜそんなひどいことするの、ギガンテス。僕たち仲間じゃなかったの？そういうことか。お前仲間じゃないんだな。ちなみに調べた時、ギガンテスはコンボを持ってるけど、ギガンテス組みませんって書いてあったわ。だから、そういうことか。裏切り者の目が。さあ行け。コンボ術、究極奥義。なんだそれは、いい加減しろ。ここだけ見たら強そうなのにね。出てきたもんがコンボっていう。一見なんかマヒャド始まんのかなみたいな。結構マガマガしいマヒャド。混乱させた。いや、来た。これが熱いわけよ。これで、まあ、攻撃できないはおろうか。攻撃はできるか。一応なんか変な攻撃。混乱している。あ、そっか。こっちから攻撃しなければ混乱しているになるんだ。攻撃しちゃうと、なんか変な攻撃、戸惑いながら攻撃するけど、そうじゃなかったら、そうだ、動けないんだ。熱いと思いきややばいです。ダメージです。どうすればいいでしょうが。なったら、これは、どれがいいかな。どれがいいかな。そうだな。天使の歌。いや、ビッグバンが、ビッグバンで確実。ビッグバン。あ、グランドネブラ使った方が良かったね。すごいダメージだ。さあ、頼む。お願い。やめて。やめて、本当に。ローガの爪。そったれ。
あ、それは無理。それは無理です。すいませんでした。もう絶対魔王に勝てないことは知ってるんで、ヒナと戦います。これだったらね、ワンチャンあるんじゃないかなと。もう、勇士と竜体負けてられないって言ってっからね。じゃあ、バトル挑まれたんだったらやるっけない。目と目があったらポケモン勝負。まあ、魔王相手じゃなかったら、まあ、あれモンスターマスターじゃないんだ。今ってなんかすごい弱。え、どうした？ナメプか？めっちゃナメプされてるんだけど。うわ、やられたわ、完全に。ちょっと僕が、コンボ究極奥義、コンボ究極奥義使おうとしてるからさ、完全にナメプされてるけど、行くわ。まあ、ちょ、魔王だったらね、混乱効かないとかさ、そういうのあるけど、まあ、今回相手に関しては、まあ、混乱は効くし、まあ、めっちゃ強いけど、うん、多分、ヒナだから、相当強いとは思うけど、ただ相手ナメプしてるからな。そう、なんか強いって言おうと思ったんだけどさ、なんかすごいナメプしたパーティー使ってるから、もしかしたらなんか、余裕で勝てちゃうんじゃないかなっていう不安もあるんだけど、まあ、普通に行けば、まあ、強いし、ただ、さっきと違って HP が減少してるわけじゃないから、そこでなんか変にボコボコにされるわけでもないから、まあ、結構バランスはいいんじゃないかなと思っているんだけど、気になるな、この右真ん中にいるスライム。なんでスライムなのかが全然わかんない。ねえ、どういう気持ちでスライムを入れたの？お前ならいけるぞっていうこと？やっぱスライムを使いたいっていう縛りプレイなのかな？もしかしたらスライムとなんか活躍したいなっていう、なんかよくあるやつで、そのモンスターボ。ミラクルストライク？そっか、待って、痛すぎる、すいませんでした、スライムさん。バカにして。頼むぞお前ら、とりあえず一旦混乱だけでもさせてくれ。じゃないと本当に負けるから。もうワンチャン、ツーチャン、スリーチャンス負けちゃうよ。お前混乱してくれよ、頼むから。麻痺してしまった、目を開けていられない。結論から言うと負けました。